drive a faster car. Balancing on a weary line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. How long can I keep up the pace to fool myself? I don't need grace. Will you be there to catch my fall? なんか買ってあげたいな。そうだね。ちょうどこの辺が出た。あ、この辺が出ちゃってるね。分かるのないか。ヨスタリバー手帳とか何なら喜んでくれるかな。買える。これがいいじゃん。私か。そうビリーブなグッズ、ねね、見てないから買えないけど。あ、ないか。見る頃には売り切れちゃうでしょう、ね。買っとく。これじゃない？マスコットと TO。 あ、TO か。ちょうどいいの。メールボックス。ご用語じゃない。ご用語じゃない。メールボックス。結構変わってる。かわいい。そう。フィギュアコレクション。かわいい。あ、エアチョコ値上がりした気がする。900円。なんか久々に見ると買いたくなる。いいんじゃない買って。ね。あ、買っちゃってもいいか。うん、これ新しいやつ。こっちも気になる。かわいい。マットか。うん。ちょっと悩んでる。かわいい。かわいいよね。これは。はい、でもおもちゃとか、これちっちゃいやつ。あ、そうだね、うん、ちっちゃいやつだけど目を奪われるんだ、後ろの方、うん、かわいいじゃん、使いやすそう、かわいいね、うん、いいじゃん、かわいい、買います。買います。それもね、気になってたけど、うんうん。意外とこのおもちゃ感が可愛い。確かに。ユニカーにつけるおもちゃ、これ新しいよ。お腹を押すと音が鳴る。手出しの音です。可愛い。可愛いね。あ、アトラクションで出てるのか。でも全部揃ってそうな気がする、うん、結構でかい、かわいい、かわいい、枕に良さそう、確かに。いろいろ出てますね、出てるね、久々に来ると楽しいわ。あれもこれもなるね、うん、ガーゼハンカチね、よく出てるけど今はあんまりないんだね、うん、ゲットしました、かわいい。今日は1月11日、アンバサダーホテルに泊まってますが、今日は誕生日ディナー、まあ、ご夕食ということで、はい、いつもはね、レストランとかに行くんだけど、まあ、今年は家族が一人増えたということもあり、お部屋でご飯を食べることになりまして、じゃじゃーん、パーン、すごーい、すごいね。で、これは何？ロコモコ丼と、はい、ごもご丼、そう、真ん中がペンネミートソース、はいはいはい、
で、ローストビーフ丼。あ、ローストビーフ丼すげー、美味しそう。で、フライドチキンとポテト、うん、あとスモークサーモンだっけな、のガーデンサラダ。へぇ、これで、これがこのペンネにかけるミートソース。あ、なるほどね。になっておりまーす。ありがとう、すごい。そうだね、あったね、こんなのアンバサダーにね。そうなのよ。これについてはブログで書いたんだけど、うんうん、これはちょっと知らなかった。そう、受け取りの、うん、まあ、事前に予約して、うん、チェックインの時にね、もらうカードから予約をして取りに行くような仕様になってます。すごい、ありがとう。もうちょっとこの辺ガジェットでちょっと汚いんだけどありがとうございます。すごいね、もりもりとゆっくりお部屋で。ホテルに今日インしてないんですけど、うんうん、ホテルだけいてもディズニーが味わえると、はい、パークで食べるやつですよね、うんうん、ちゃんとほら器もさ、すごいね。おいしいと思うよ。やっぱりアフリルだからね。じゃあ食べましょう。はい、いただきまーす。2023年1月11日お誕生日おめでとうございます。乾杯。ありがとうございます。はい、コーク。じゃあ食べていいですか、早速。うん、食べて。ホテルでいいよね。うん、いいです。ペンネからいただきたいと思います。いただきます。あ、ペンネはね、あ、ちょっとかけるのか、全部かけちゃうの。いただきます。じゃ次はロコモコ丼いただきます。なんか黒米みたい。あ、へえ、美味しそう、ね、黒米じゃない。黒米だね、まさに。いただきます。ハンバーグと一緒に。うんふん。あ、美味しい美味しい。ペンネ美味しいね。うん、肉厚なパスタ。ちょっとさ、ロコモコ食べて。はい、美味しいから。あ、美味しい。美味しいよね。黒米すごい、黒米の量。黒米すごい、黒米の量、うん、結構重い、ずっしりしてるもん、全部、うん、プチプチ、ね、美味しいです。ローストビーフ丼いただきます。量が多いね。なんかパークで食べれる多い気がするけど。いや、全然多いと思う、ね、値段はパーク、まあ値段もちょっといいけど。あ、そうなんだ。あ、見て、ローストビーフ丼も黒米だ。ほら、本当だ。ローストビーフさ、うん、他のホテルのサービス、ルームシェア、ルームシェア、ね、ルームサービスとさ、うん、同じ感じじゃない？うん、フランス、酸味がある、すごい。おー、美味しい。他のルームサービスのローストビーフ丼とは全然違う。なるほどね、うん、ソースが違うの。うん、こちらいただきます。美味しい、美味しい。特にソースとかはないんだね。あ、ケチャップがね。あ、ケチャップが別添えでついてた、うん、なくても全然味する。いいよ。いいよ。ああ。